いやー、結構こんな雨なのにサポーター多いね。こんにちは、まあ、今締めパフェを食べるんですけど、あと別もね、3年使えないので、いい締めの試合になるといいですね。とんでもない、とんでもないものが来ました。香水かな。メロンの締めパフェですね。パフェっていう概念じゃないもん。あ、これメロンの模様すごいわ。いただきます。この細さ、これはもうパフェが入ってたんですからね。香水とか金魚が入ってたわけじゃなくて、パフェが入ってた。すごい美味しかったです。メロン菓子、期間限定ですので、ぜひね、来てみてください。こういうお店です。ただいま試合の2時間前、ここでね、今日は1時試合開始ですから11時になりました。ようやくゲートがオープン。懐かしのプロ残儀ということで、こんにちは、山口でございますけれどもね、本日はもうとんでもない雨です。見てください、とんでもない雨。まさか今日に限ってこんな雨ですが、今日はね、アツベス競技場でのね、2023のラスト試合ですねが始まるということで、今2時間前ですが来ました。とりあえずね、ピロザンギでも食べて待とうと思います。そんなのあったっけって。私もね、アツベス来るのは高校生ぶりなんでね、6年ぶりぐらいです。では皆さんお待ちましょう。今日は新潟戦ですね。ちなみに、おお、うまそう。トマトですか、これは。辛いらしい。あ、辛いんだ。3つで500円で、7個で1000円。赤黒になってるって、うん、地味に。あ、辛い辛い。これがザンギや。帰ろう帰ろう帰りたい。帰ろうよ。はい、ということで、こんにちは。こんにちは。アツベス競技場でございますね。今日はまさかの大雨。いやー最高のサッカー日和そこや見に来たことないやろいやもう今日はね、まあ、最後のアツベツということなんですけれども、はい、まさかのね、この大雨でしたと。もうちょっとね、動画短くなっちゃうかもしれませんが、もう魂ですから全然揺さぶられないんだけど機材が壊れても撮影するということで、ちょっとおしなさん、まあ、私大阪から来たからお土産を。え、マジで。出そうかなと思って。おしな、あ、おしな、セレッソ大阪戦の動画を詳しくはご覧ください。初観戦です。初観戦じゃないです。記憶ないから。あ、まあ、コンサドーレのね、パートナーさんのお土産をね、ぜひあげようということで買ってきました。地元やねってことで、めっちゃめっちゃめちゃやめっちゃめちゃや。もうやった、白い恋人。せっかくもうこれでボケたのに。白い恋人、白い恋人じゃん。白い恋人じゃん。やった石屋さんのね。そう、石屋、ここのね、石屋さんですから、ね、白い恋人ね。はい、やった、ありがとう、うん、開けよう。あれダメだ、これもうボケが雨で ボケが殺されてる。ボケ湿っちゃってるわ。ボケが怪しいって。おかしいって。あ、もう分かんない。バレる。あ、いた。レシート貼り付いてる。値段分かっちゃうよ。1100円もすんだ。高えのよ、これマジ。みたらし味やっけ。もう、開けやす。ベロベロだから開けやす。ゴリゴリに浸水してますね。すごい。え、でも初めて見るわ。面白い、こういうと。うわ、え、でっかいね。でかい、でかい。サンドオーフレット。オーフレットだね。あ、雨やってた。雨やったんな。オーフレットだね。あ、雨やってた。面白い恋人っていろいろね、話題になったお菓子だけど、ね、面白いですけど。面白いってことか。ちょっとまだ仲間合流するから待ってましょう、はい、あ、いた山口くん、妻さん、あ、お疲れです。みんな一緒です。かっこすごい、いい人じゃん。いやこれ。え、アツベツ何年目？でも俺アツベツ3回目だったかな、人生。マジ？うん、え、見てない？でもガンバ大阪と戦って大阪とか負けたやつ。2012年かな。その時も確か雨で雷出すわ。雷出すってもやんの？雷出して一旦なんか雷は避難した気分から。一旦中止。かわいい。マスコットキャラクター。スマブラで出てきそう。これ今日アイスクライマー。もう一人いるのじゃん。それとも片割れもやられて。戦力が弱いやつ。3分の1か4分の1ぐらいもうめちゃめちゃ弱くなって。そうだ、お土産あげるわ、2人に。あ、今、うん、スポンサーを応援したいっていう気持ちがあるから。あ、大事よ。そうでもニアミスなんだよな。大阪新名物って書いてある、ね、これ結構いろいろ波乱を生んだやつじゃん。波乱生んでる。これね、さっきね、お知らず食べたんだけど、まあまあうまい。まあうまい。まだ売ってるんだ。ありがとうございます。おいしい。美味しい。持っただけで分かるわ。じゃあ妻さんにはこれ。え？これアンリシャルパンティエっていうヴィッセル神戸のサポーターの。でイニエスタの引退試合行ったから。すげえ。イニエスタエディション。もう本当すごい。はい、まあ、ただ8個入りっていうだけなの。めっちゃ信じちゃったわ。
大変だな、マジこれ切るの。これいらねえな。聖地の熱を受け付けろ。カムキッズ保育園。いい名前。え、ちゃうやん、これ。この会社じゃない。カムキッズ保育園じゃない。あ、やば。やばいとかない。え、ズマさんは俺カムキッズ保育園。え、あれこっちだけなんか。アウェイ、アウェイ行け、アウェイが。なんでよ。アウェイが行けよ。なんで俺これだけでアウェイ行かなきゃいけないの。すごいすごい。いやー、結構こんな雨なのにサポーター多いね。すまん、最近ありがとう。あ、ここ。あ、上、後ろ。三三で座る？うん。どういうフォーメーション？アンカー一人置いて、ツートップワンシャドウ。俺シャドウ。ツートップワンシャドウ。俺真ん中。アンカー。みんな映ってる。左ウィング。左ウィングで。ウィング。で、金子のポジション。金子のポジション入って。おい。あれ？おい。また買わなきゃいけねえべや。何してんねん。今日スパチョーク買うやろ。確かに。何で今？ちょ、ズマさんたこ焼きタイム入るんで。これ食べるから。欲しい人は。そうだね。ちょっと濡れるって。はい、ちょっとねトイレ行くために今出たんですけれども、ここね再入場口ですが、いやーでもやっぱもう雨がやばすぎてね、あんまりちょっと動くのもためられる感じですね。あそこにコンサドーレのバスがあるから、で結構ね近いところまでなんかファンの方も行けちゃうね。でそれでこっちが厚別競技場サブグラウンド、まあね、こっちに厚別競技場本体がありますけれども、それのサブ、昔はね私高校生くらいの時はここでなんか普通にね地域の方ピクニックしたりサッカーしたりできたんだけどね、今はこれ立ち入り禁止というか入れないようになってるね。いつからこうなったんだろう。あ、コンサドーレスの音楽が流れた。こんな雨の中でもコンサドーレスやるんだな。すげえ、頑張ってくれ。これコンサドーレスのバスだよね。すごい、こんなとこまで近づいて見ることができました。あそこにね、アルビのバスもありました。すげえさー、座る人なんかいいね、あれ選手みたいで。イエーイ、頑張れー、頑張れじゃないね、頑張れ頑張れじゃない。あ、今日は杉本、あ、あれ好きなの、あれいいよね、杉本で。てか、ソンユンどうしたん。ソンユン、うん、あれ今日ソンユンじゃない。ソンユンね、天皇杯も外れてたから。でも大谷めっちゃ止めてた。外れてにしかない横断幕。そう、ここ我らの圧力見せろお前の情熱ね。このちゃんと迎えましたね。小島とフォワードの水戸選手は注意。あれ、あいつは伊藤亮太郎。伊藤亮太 郎はね、今日来てないわ。それあの時代1ヶ月ぐらい遅いわ。伊藤亮太郎いない。時代1ヶ月ぐらい遅い。新潟といえばだってマイケル・ジェームズでしょ。マイケル・ジェームズ、レオシルバ、レオシルバ、レオシルバ、それもう時代10年以上前。ラファエル・シルバ、ラファエル西大吾、西大吾。あ、シバちゃん、シバちゃんいる、いる。あ、いるやん。ポリゴメいない。あ、これは一緒なんや、札幌ドームと。これ今日厚別仕様になってるとかない？さすがにそんな対応してくれない？俺スタメン見てねえわ今日。あ、トウヤだ。
ょうか。イエーイ、イエーイ。あ、サンタさん、サンタさん、ほんま破けてる、あ、破けてる。まあいいや、まず基本動作1。久々だわ。基本動作1。はい、じゃあ始まった。基本動作1が基本動作2は基本動作2。基本動作2あれじゃないの、ロスタイムで早く試合終われの時計叩く。そう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 。金子が、あ、 VR 基本操作3 VR。 山口君ここからやるし。あ、そっちか。そう、まずここからやる。そう、レビュー中だよっていう。アイレコメンドオンフィールドレビューでこれね。荒木、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 ウーバンカップ、そっから抜粋。荒木、荒木、荒木、あれ5番ね。5番、ドグソで退場。トイレ行った時 YouTube の視聴者に会って、あ、今日一人ですかって言われて、いや、仲間で来ましたって。あ、この前金子の湯に買わされた人も来てるんですか。そう、見てますか。いました。やっぱ衝撃ポイント、また買わされそうです。衝撃ポイントだったんだ。札幌、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 共に叫ぼう、奈良勝利のために、イケイケ赤と黒の俺たちの札幌、そここ俺らの圧別、見せろお前の情熱、俺らの圧別、見せろお前の情熱。寒い、雨楽しくなった。でも寒くなってきた。そう、寒い、うん、でもこれ見て、彼寒いよ、寒いから、寒いとか言ったらダメだよ。多分ね、ここにいる人で一番寒い、体型が唇紫だ。本当だ、倒れないから大丈夫。白なのか、白なのか、白なのか、金子拓郎。はいはい、開始開始開始。金子拓郎、ボール重そう、重そう、めっちゃ全然滑ない。俺たちを熱くさせる。オーケー、ルカス、ルカス、ルカス、オーケー、惜しい。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。雨エグいな。大丈夫か、タクロー。タクロー、タクロー、大丈夫。マジで。結構消耗したね。ね。あ、どうだった前半は。前半真っ白。真っ白。見えてない。見えてない。メガネが。なんか割とこっちペースではあった気がするけどな。いつものやつ。いつものやつだな。シュートまでいけない。そう。誰か一着入れてよ。なんか棒持ってる。あ、これ発射するやつじゃない。ローレ君バズーカだ。あ、来た、来た。お。こっちに来い。くれー、ここここここ、いいよいいよ、そうそうそう、ストップストップ、動くな動くな、ここ動くな、ここだよ。違う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 、こっちじゃない、もうじらさないで、我慢できない。商品として、商品としてなしてないよ、本来の意味を。剥がれちゃったもん。次来る時は多分あれでしょ、屋根ついてるでしょ、屋根ついてる、あのエスコン式に、エスコン式、エスコン式、そんな立派なんで、絶対なんで、絶対なんで、剥がれないから。前半 0-0、 後半は頑張りましょう。夏なんだ、小鹿みたいに。俺みたいに警察のみんな震えてた、みんな震えてた。一発だよ。うわ、マジかよ、マジか。1点は入れてたよ今までも。俺食って絶対負ける。いや俺も、あ、そうか、はそれは楽しいよ。立ち直れないっすよ。俺が腹立ってるのはシュート打たないこと。シュート打たないんだよ。ミドルめっちゃ打てるポイント5個くらいあって全然ミドル打たんやん。もうなんか寒さなくなったわ、いろんな感情で。感情なくなりました。青いけど、青白いけど大丈夫。やばいね。
反省会。いやだって何を変えたらいいか分かんないと思って、小頭が復活するのを待つだけじゃん。ひどいよね、縦が入らなさすぎてさ、シュートまで行ってないんだもん。中村東也、森保がずっと見ていくと話していた。東也なんだらしいね。東也ってどこで使うの、森保のフォーメーションで。左だから 4-2-3-1 でしょ。だってどうせ 4-2-3-1 の伊藤博樹のとこじゃない今入ってる。伊藤博樹、森下亮也、東也だ。右はもう菅原で多分固定される。じゃあ次回の動画でお会いしましょうって感じですか。いや心身的なあれであんまり動画上げれないかもしれない。心身的なあれ、ああ思い悩んでることある。本作が勝てないんで。本作の行く末を案じて。そう、じゃあさよなら。さよなら。